編までのあらすじは、夜の飲み屋さんラウンジに女子の格好で行き、その後すぐに男に戻り、もう一度店に行って同一人物か見破られるかの実験です。二人の女性のエピソードですが、前編でまず一人をご紹介しました。弥生さんから客観的な優子についての話が聞けました。シーンは一回目入店の優子モードへ戻ります。二人目の女の子が横に座りました。はじめまして。彼女は写真では紹介できませんが、小柄で可愛い系の落ち着いた女の子でした。名前はさやかさんです。話をしてると左隣に女性がやってきました。ご一緒させていただいていいですか？あ、いいですよ。なんとこの左隣の女性はこの女の子の仲のいい友達でした。今日はプライベートで飲みに来てるとのことでした。3人で和気あいあいと女子会のような感じでした。女子力抜かりがないって言われましたが、何か自分では半信半疑です。こうして女子会が終わり、優子モードから返信へ。シーンは男モードに。優子モードで話したさやかさんが横に座りました。はじめまして。お仕事の帰りですか？なんとこのさやかさんも全く気づきませんでした。これは完全に返信できていますね。私は何とも言えない充実感に満たされました。話を優子の話題に持っていきます。さっき弥生さんと話していたんだけど、いろいろ露骨に触るお客さんとかいるんだね。ほんまですか？私はそんな触られることはないですね。触ってきたらどうする？うまく相手を傷つけないようにかわす。そうか、そんな感じです。うふふ。じゃあ暴れる客と触る客どっちがマシ？そうやね、暴れるお客さんは周りにも害が出るのでね。まあいろいろなお客さんいるみたいだね。あっされと弥生さんと話してたんだけど、今日来てた客でなんか女の格好をしていた客が来てたって。ほんまです？あはは。彼女は話をそらしました。理由は個人のことを他人にベラベラ喋らないのが理由だったみたいです。それでも私は話を強引に持っていき、優子の印象を引き出しました。そんな人もいるんだ。けど人それぞれですね。弥生さんは気持ち悪くなかったって聞いたよ。そんなお客さん内心嫌じゃなかったって。そんなことはない。そんなことない。ふん。普通に綺麗やったし、そういう人の方がほんまに女子力高いんで。ニューハーフ系の方が？そう、実はそういうお店に自分たまに飲みに行くんですよ。この町にあるの？その手のお店。あります、あります。男の方が女子力高い？高いです。けれど恥ずかしくないんだろうかね、そんな格好して。でもそれはそういう人なんで。弥生さんから聞いたんだけど、すごい可愛らしい格好していたって言ってたよ。そう、すごい可愛らしかったです。そういう人の方が多分女子力高いんで、自分たちより。意外に女性ってラフな格好が多いんで。すごい可愛い。今日は興味深い話が聞けたな。ほんまです。その女子力の話とか、気持ち悪くて気持ち悪くてその場から逃げたいってなるんじゃないかと。けどならないって。ならないですね。それが不思議だなって思った。ならない。
です。逃げたくなかった。逃げたくないですね。全然。話聞いてて、許容というか心広いよね。人それぞれの個性なんで。優しいよね。そうです。うふふ。いろいろいるからね。そうですよ。あと、彼氏に化粧させたり女装させたりする女の子がいるらしいね。ああ、でも、自分の周りでも、女友達が、彼氏に化粧した画像なんかを見せてもらったことがあります。そうなんだ。意外と可愛くなる。意外と？そう。思った以上に可愛らしくなる。見せてもらった子にめちゃ可愛いやん、って。彼女の服を彼氏が着たりとか？そうそう。そんなのありとか？全然ありですね。楽しんでるみたいな。うん。逆にそっちの方がより仲いい感じかなって。めちゃ仲良く見える。逆転デートとか面白いかも。うんうん。面白そう。彼女の方が偉そうにしてね。行くぞって感じでね。うふふ。楽しそう。その発想なかったわ。話せば話すほど会話が弾み、親密度が増していきます。楽しいひとときが過ぎていくにつれ、私は、だんだんと、何か言いようのない彼女に対して、申し訳ない気持ちが起きてきました。それは、ドッキリとはいえ、嘘をついているからです。帰る時間が来たとき、私はさやかさんに言いました。ごめんって謝らないといけない。うん。何をです。ごめんなさい。何で？何もされてないです。何もされてない。ボーイさんが来ました。お金を渡します。これが今回最後かもしれない。来るの。なんでです？何かしました？謝る理由は、嘘をついてネタにしてしまった。どういうことです？私は、ゆう子の写真を見せました。え、これは、さっき来てた人。何、何？狐につままれた表情をしていました。何を言ってるんだろうって顔をしています。やっと気づきました。ああ、そうなんですか？うん。本当にわからなかった。うん。今回の企画の意図をさやかさんに伝えました。彼女は心が広いです。にっこり笑って、全然大丈夫って言ってくれました。もう、来ないなんて言わずまた来てください。あの姿で、可愛かったですもん。私は、彼女に笑い返して、店を後にしました。私は、彼女の雰囲気と優しさに、男として、一晩の恋をしたのかもしれません。二人のラウンジでの女性とのエピソードご紹介しましたが、返信が、まず完全にできていたということでほっとしました。女子の格好の趣味は、身内にも周りの人にも内緒にしていることで、とても恥ずかしくて言えません。返信の完成度が低い場合、偶然に、YouTube とか、ブログとか顔を晒しているのを知り合いに見つけられたら、恥ずかしくてどうしようもない事態になるでしょう。これからも、堂々と顔を出していきますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。